こんにちは、オランジュリのミカです。いつも動画を視聴していただきありがとうございます。今回は初心者の方に向けてふわふわのパンを作りながらパン作りの基本的なことをお伝えできたらいいなと思っています。まず材料の説明をしていきます。お粉です。主に強力粉と準強力粉を使っていきます。私はスーパーに売っているカメリア、もしくは富澤商店さんやコッタさんなどに売っているイーグルを使うことが多いです。お粉はふるわないでそのまま使っていきましょう。できれば封を開けてから1ヶ月で使い切るようにしてください。膨らませるもの、インスタントドライイーストです。サフ社の赤を使っていることが多いですが、スーパーにこのようにね、3グラムという小さい単位で売っているドライイーストもありますので、こちらを使ってもらうととても便利です。大きいものを購入しましたら冷蔵庫もしくは冷凍庫で保存になります。必ず用意しておいてほしい道具、まずはかりです。1グラム単位で測れるものを用意してください。カードです。パン作りをするときはスケッパーという言い方をすることが多いです。丸い部分はボールについている生地を、平らなところは手のひらにくっついた生地やテーブルについた生地を取ります。生地をカットするときにも使いますので、用意しておいてもらうと便利です。では一緒に作っていきましょう。強力粉 200g をボールに測ります。インスタントドライイースト 4g、 塩 3.6g、 砂糖 18g、ボウルに入れてスケッパーの丸い方を使ってよく混ぜます。混ざりましたら牛乳 135g、 卵をよく溶いたもの 20g を入れてさらによく混ぜ合わせます。カードで混ぜにくい時にはゴムベラを使うと混ぜやすいです。粉気がなくなってきましたら生地をテーブルに出します。ボウルに残っている生地もしっかり取りましょう。手のひらを使ってさらに材料を混ぜ合わせていきます。テーブルに生地をこすりつけるように大きく伸ばしましょう。手と一緒に生地が戻ってくるようになるまでしっかり同じ作業をしていきます。戻ってくるようになったの分かりますか？はい、そしたらね、次の作業をしていきます。一度手にくっついた生地をきれいに取りましょう。手のひらで生地を回転させながら生地を張らせます。生地が張ったら転がしていきます。ちょっとベタつきますね。もう一回丸めてみます。まだベタつくようなので、で少し打ち粉をしてさらに丸めて転がしていきます。打ち粉は強力粉を使ってください。急がなくていいので力を入れてしっかり転がしていきます。ちょっと違う向きから見てください。影がね、映っちゃってちょっと見づらいかもしれませんが、しっかり力を入れて転がしています。まあ、叩くっていうやり方もあるんですけれども、今回はね、転がすっていうこね方をしていきます。弾力が出てきたら生地を引っ張ってみましょう。すぐ切れなければ OK です。本来はグルテン膜でチェックをしたいのですが、ちょっとね難しいのでこのやり方で判断しましょう。次にバターを混ぜ込んでいきます。バター 15g を細かくカットしていきます。生地を広げましたらその上にバターを乗せて茶巾状に包みます。包んだら手でしっかり掴んであげて大きく伸ばしてください。最初にやったテーブルに生地をこすりつけるような感じでバターを混ぜ込んでいきます。この時にバターが飛び出てきてしまっても気にしないで混ぜていきましょう。バターが全体的に混ざったらこね上がりです。テーブルに打ち粉をして生地を丸めていきます。生地が張るように丸めてください。でこの後一次発酵をしていきます。
発酵機のある方は30度の発酵機で40分発酵させていきます。発酵機がない方はボウルにラップをして温かいところに置いときましょう。生地の大きさが 1.8 倍ぐらいになれば OK です。ラップの上の部分にマジックで今の生地の大きさを書いておいてあげると分かりやすいですよ。40分後です。どのくらい大きくなったでしょうかね。かなり膨らんでますよね。きちんと発酵してるかチェックをします。人差し指に打ち粉をつけて生地にブサッと刺してください。穴の大きさが変わらなければ OK です。生地に軽く打ち粉を振るってげんこつで4回か5回ぐらいパンチを入れていきます。カードの丸い方を使って生地をテーブルに出していきましょう。ボウルに残ってたらその生地も出してあげてください。分割します。8等分です。1個だいたい 50g になるように分割をしていきましょう。お家で食べるパンなのでいちいち測るのめんどくさいなと思うかもしれませんけれども、大きさが結構違っちゃうと焼き時間を変えなくちゃいけなくなりますので、なるべく 2-3g ぐらいの誤差で分割するようにしてください。8個分割できましたらゆるく丸めていきます。小さい生地は大きい生地で包み込むように中に入れてあげて丸めていきましょう。慣れる前はね、こんな感じで折り曲げるような形で丸めていってあげるとやりやすいと思います。別の丸め方をしてみますね。手のひらの中で転がしていただいても OK です。ちょっと技見せちゃいますね。2個一緒です。手のひらの上でこのような形でね、丸めることもできます。ラップを上にふんわりかけて10分休ませておきます。ベンチタイムと言います。この間に天板の上にオーブンシートを敷いておきます。10分経ちましたので成形をしていきます。先ほどよりも生地がしっかり張るように成形をしていきましょう。成形の仕方はベンチタイムの時と同じでいいです。成形が終わった後の話を少ししてしまいますが、この後二次発酵に入ります。二次発酵をしている間にオーブンに余熱を入れるようにしてください。180度から190度でオーブンに余熱を入れておいてください。成形ができましたら天板に生地を並べていきます。生地同士少し間隔を空けて並べるようにしてください。この後最終発酵していきます。発酵機をお持ちの方は35度で30分発酵させてください。もしくはお部屋の暖かいところで生地の大きさが一回り大きくなるまで発酵させていきましょう。乾燥させないように気をつけてください。30分経ちました。かなり膨らんでるのが分かりますか。では卵を塗っていきます。塗りムラがあると分かってしまいますので、全体的にねムラのないようにしっかり卵を塗っていきましょう。このままでもいいんですけれども、今日はね何個かハサミで十字に切っていきます。深く入れすぎるとガスが抜けてしまう恐れがありますので、あまり深く入れないようにしましょう。慣れてきたらね結構深めに入れても大丈夫です。はい、では焼いていきます。180度で10分から12分焼いていきます。パンが膨らんで焼けていく過程をちょっと見てみましょう。焼き上がりましたのでオーブンから出していきます。綺麗ですね。ピカピカに光っています。パンをケーキクーラーに移していきます。かなり柔らかいのでパンを潰さないように気をつけて移してくださいね。焼きたてはどんな感じでしょう。柔らかすぎててちょっと潰れちゃいましたね。裂いてみますね。湯気見えますか。まだまだ熱いくらいです。パンはね人肌ぐらいに冷めてから食べてもらった方が美味しいです。いかがでしたか。私でも作れそうってちょっとは思っていただけましたでしょうか。もしよかったなっ
って思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。もっと学びたいと思われた方は、動画によるオンライン講座をご用意しています。作業の一つ一つでね、一回一回止まってポイントをお伝えしていますので、より分かりやすいです。概要欄に書いてありますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今日もご覧いただきありがとうございました。ではまた。